ルシアプロチームからランプレメリダの皆さんにご登場いただきましょう。メアウォーミンチャンピオンズオンディステージランプレメリダレディスチャンピオンズプリーズワーキン。じゃあ全員でございます。結成された伝統アリトリアチームジャパンカップに最多出場そして最多優勝を果たしているプロチームになります。今回はダミアーノ・クネゴ選手、バレリオ・コンテ選手、シモーネ・ストルトーニ選手、エリア・ポマンリ選手、マヌエーレ・モーレス選手にお越しいただきました。さあこちらもジャパンカップ優勝経験のある選手が2人含まれています。そうですね、なんといってもクネゴ選手ね。クネゴ選手、2回優勝してます。はい、そして手前のモーリ選手、モーリ選手も、ね、1回優勝してますが、まあ、こういう2人が来てる、まあ、本当にいつもいつもランプレが、ね、存在するっていうのがジャパンカップでしたよね。そうですね、もうすっかりジャパンカップではこのピンクとブルーのジャージおなじみになっています。それではブルーノ・ビチーノ監督にお話をお伺いしましょう。まあ、ジャパンカップ優勝経験のある選手が含まれているチーム構成になっていますが、どなたか注目してほしい選手ご推薦いただけますか。La squadra più o meno gli uomini di punta è Damiano Cunego e Emanuele Mori。 もちろんこの優勝した経験のある2人ですね、ダミアノ・クーネゴ選手とそしてマヌエレ・モーリ選手、この2人にぜひ注目はしていただきたいと思っています。はい、やはりそうですね、まあ、前列の2人、ダミアノ・クーネゴ選手は2005年2008年にジャパンカップで優勝しています。ジャパンカップの歴史の中で2回優勝されている選手って昔キャプッチが、ね、はい、3回連続で優勝してましたね、確かね。となると、ま、クネゴ選手が今年優勝するとそれ並ぶ、その記録に並ぶ、キャプッチに並ぶ、うん、というところですが、クネゴ選手どうでしょう。昨年は来日されませんでしたのでちょっと久しぶりのジャパンカップになるかと思いますが、意気込みを聞いていただけますでしょうか。ダミアノまあ非常にね、日本のファンが多いですよね。フィナデソコンクエソルタントウナペルソーナケアビントジャパンカップタンティアンニファントレボールテコンクエノトゥアデソアイビントフィナデソトエボールテセビンチクエスタンノトゥサライアンケコメロウトラペソーナコンクエノランノスコーソノンセイベルトコアquest'anno come stai pensando? Sarei molto contento se riuscissi a vincerla per la terza volta, perché sarei molto contento di riuscire a vincerla per la terza volta, perché è sempre una corsa molto prestigiosa e importante. そうですね、3回目、勝ちたいという気持ちは非常にありますし、これは非常に重要なものだというふうに私も考えていますので、こういった素晴らしいレースで勝つということを非常にいい目標にしております。ということはこのレースに合わせて調整をしてきてくれているということでしょうか。 Quindi fino adesso hai aggiustato, hai arrangiato bene proprio per questa corsa. Sì, sì, io ci tengo sempre a partecipare alla Japan Cup anche per i numerosi tifosi. Poi fa sempre piacere venire qui.そうですね、この素晴らしいジャパンカップに出場するということを常に考えて、コンディションを作っていますし、やはりそのたくさんのファンの皆さんにやはりその素晴らしい走りを見せたいということもですね、目標にしております。ということはもしかすると3回目の優勝を飾るクネゴ選手の姿が見られるかもしれない、ね、かもしれない。いや今ね、本当にコンディションを高める上くトレーニングしてきた、ね、っていう言葉は出ましたけれども、結構自信があるのかな。クネゴは多分出場している選手全選手の中でも、はい、ここのコース得意だしよく知ってるんだと思うんですよ ね、勝ち方を、自信はありますかね。visto che hai detto che tu sei preparata abbastanza bene per la condizione per questa corsa no allora tra questi tutti i corridori tu conosci molto meglio di altri proprio la difficoltà di questo circuito queste condizioni quindi sei abbastanza sicuro di vincere? Sicurezza non si ha mai, perché vedendo anche l'elenco dei partenti ci sono molti corridori forti di altre squadre, però ce la vedremo tutta。もちろん
必ず勝つというような確信はもちろんないんですけれども、ただやはりその他の選手も強豪がたくさん揃っていますので、その選手たちに負けないように走りたいというふうに考えております。はい、ありがとうございます。まあ、そして過去のチャンピオンということで、マヌエル・モーリ選手、今お話がありましたけれども、今年はツール・ド・フランス・ブエルタ・エスパーニャに出場されています。まあ、おそらくモーリ選手の、キャリアの中でもこちらのジャパンカップの優勝は大きな経験だったのではないかと思いますが、明後日のレース、どのような形で走りたいか意気込みを聞いていただけますか。マヌエル、とはいえ、私はこちらのブエルタ・エポイ・トゥ・ド・フランスのperò intanto comunque per vincere questo Japan Cup anche per te sarà un po' di non so è abbastanza una cosa importante secondo noi con quale intenzione vuoi correre dopo domani? Ma sicuramente il Japan Cup è molto importante, viene da una stagione lunga, domenica sarà la 101esima gara a cui parteciperò, quindi non per questo però diciamo così ho lasciato niente al caso, ho fatto domenica, ho fatto secondo al Beghelli e quindi secondo al Beghelli, l'ultima gara domenica in Italia e che ho poi partecipato, quindi la condizione è molto buona e penso, spero di essere in condizioni per vincere nuovamente a Japan Cup. そうですね、やはりこの私もジャパンカップに勝つということは非常に重要だというふうに考えておりまして、ただまあいろんなレースに出場してきて、ついこの前もイタリアで2位という、まあ、成績を収めてここに臨んできているわけでありますので、できる限り、まあ、挑戦していきたいというふうには考えています。はい、ありがとうございます。後半に向けてね、2位というのは相当調子がいいと思います。そうですね、はい、かなりこちらの、ね、コースとも相性がいい選手だと思いますので、あさってのレース期待したいと思います。さあ、それではこの他の選手としましても、そうですね、やはりグランツールを経験されている選手多くいらっしゃるようですが、シモーネ・ストルトニ選手も、ジロデイタリア今年出場されています。区間2位でしたよね。そうですね、はい、区間2位も含まれています。エリア・ファバーレ選手も過去にジロデイタリア、ツール・ド・フランス、グランツールに参加をされ、ツアー・オブ・ジャパンにも今年出場されて、イズステージで2位という成績を残しています。はい、ぜひクネゴ選手が3冠を飾るのか、またマネル・モーリ選手がこのコースへの相性を見せるのか、あるいは他の選手がまた活躍されるかもしれませんし、ランプレ・メリダの走り期待して見守りたいと思います。どうもありがとうございました。それではこの選手を見せたいと思いますので、自由にお願いください。さあ、クネゴ選手、非常に日本でも人気が高い選手になります。今回もね、おそらくこの会場にクネゴに会いたかったという方も多くいるのではないでしょうか。マヌエル・モーリ選手はキャリアの中で唯一の勝利がこのジャパンカップだったということで、意外なんですけど、意外ですよね。その翌年にツール・ド・フランスでもいい逃げをして、途中ちょっとね、落車しちゃったりっていうことがありましたが、本当にね、このジャパンカップにかける思いっていうのはね、大きいんだと思うんですよね。そうですね、きっと渾身の力でいい走りを見せてくれると思います。はい、ランプレ・メリダの皆さんでした。それではサインをお願いいたします。さあ、今皆さんがサインをしてくれています。今年は弱虫ペダルとコラボをしているということで、弱ペダのバナーなんですが、なんかこの坂道くんが迫力ありすぎて、どこにサインを書いたらいいのかわからないという。そうですね、普段の何割か増しに迫力ある顔にしたと。あ、そうなんですね。ちょっと頬がえぐれてるのがそんな感じですよね。小橋の上りを渾身の力で走っている坂道くんに違いありません。はい、さあ、ランプレ・メリダの皆さんでした。